浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。2022年10月28日。こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン7へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたもここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。桐竹紋富こと富さんのぷかぷか温泉独り言。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございます。はい、今は大阪の自宅でぷかぷかを録音しております。はい。昨日ですね、文楽劇場の方に行きまして、研修生の試験に僕が人形を使って研修生の子が使うというのをやってきました。はい。試験で使うのはこれで2回目なんですけど、今回はなんかすごいとても緊張しました。というのはもう本当に目の前に先輩の試験官というか人たちとかいろんな関係者の方たちが並んでいて、その中で人形を使う、ね、しかも足は研修生でこれで受かるかどうかというそういう状況なので、ね、振り間違えたらどうしようとかね、そういうことをね思いながらやりましたけど、ちょっとね忘れそうというか間違えそうなところがあったんですけど、なんとか無事に終わることができましたね。研修生の子本当に一生懸命やってる子だったんで絶対受かるとは思ってるんですけど、はい、受かってほしいです。はい、ね。今日ね大阪はとってもね寒いです。うん、日中はね本当にあったかで良かったんですけど、で明日から前回行った由布院文楽というのに行ってきます。はい。3泊4日になるんですよ。結果的にね束の間というね、温泉宿 でそこに演じるスペースを作っていただいて、でそこで演じるんですけど本当に、これで僕3回目か4回目の参加になるんですけど、本当に地元の遊員の方たちがとても一生懸命協力してくれて、この公演を成功させようっていうのがすごく伝わる公演なので、もしもこうねその辺に行くことがあったらぜひ、ご覧いただきたいと思います。僕はおよねという役をね使わせていただくんですけど、前回言ったようにこれで、3回目なんですけど、また、今日もずっと稽古してたんですけど、やっぱり難しいなと思いながら使いました。稽古してたんですけど、すいませんね、全然滑舌がなくてでもどう言ったらいいんだろうな。前も1年前に稽古した時にもここをこうしようって思ったのが今回もまたこう思い出されて、やっぱり自分だったらここはこうしようっていうのが浮かんできて、そうだ前もそう思ったなっていうのを思い出しました。だからどうなんだろうな。それをよりもっとこう深くというか、伝わりやすいように表現できたらいいなっていうのを今回の目標にしてやりたいと思います。はい。インスタにね詩を載せたので、それをね、ちょっと朗読したいんですけど、同じ写真に2つの詩をね、1つはインスタ、1つはFacebook に載せたんですけど、1つはね「すすき」っていうね詩を書いたんですけど、これは車に乗って出る時にススキがすごく綺麗で、ススキがね手を振ってるように見えたんですよ。でススキって形までは手っぽいんですけど、これでできないかなと思って、で秋らしい感じ、もちろん秋なんで秋らしい感じでできないかなって言って、ずっと考えてて作ってたんですけど、途中で全然できなくなっちゃって、やっと完成 したのを載せました。もう一個は「空に落書き」っていうんですけど、これもね歩いてて本当に飛行機雲で円をね描いてたんですよ。空にまん丸の絵を描いてて、空に落書きしてるわと思って、んでそこから生まれた詩です。んでもう一個はね、今日ねいつも僕は朝コーヒー飲むんですけど、すいません、ゲップがちょっと入ってしまいましたけど、コーヒー見てて、すごいコーヒーって綺麗だなと思ったんですよ。だからその綺麗をなんとか詩にできないかなと思った詩です。詩の朗読3連発でお届けしたいと思います。ではまずすすき、空に落書き、朝のコーヒー、3連発いきます。すすき、すすきが手を振る、風にさよならと、すすきが手を振る、今にさよならと、すすきが泣いてる、別れは嫌だと、月が泣いてる。涙は嫌いと。すすきが手を振る。あなたが好きです。空に落書き。こんな青い空だから、今日は空にいたずらしよう。子供みたいに雲のクレヨン持って、空に落書き。大きな大きな丸を描こう。みんな元気ですか？遠い遠いところからでも見えるように。その後は大きな大きなハートを描こう。あなたに会えてハッピーだと。あなたもこの空を見ていますか？そしてこの空のような優しい気持ちが広がりますように。ずっと。朝のコーヒー。白いカップにコーヒーを注ぐ。8分目くらい注ぐ。しばらく眺めてから一口飲む。苦みや酸味やいろんな味が舌から口の中に広がり、乾いた喉を潤す。コーヒーを見つめる。この季節、遅くなった朝日がコーヒーカップを斜めに照らす。なんて綺麗なんだろう。この不思議な黒の世界から今日一日が始まる。いい日になるといいな。皆様聞こえますでしょうか。実は今アンカレッジの日付変更線付近を飛んでおります。こうやって話している間にも時間を13時間ぐらい飛び越えるかもしれないので、どうぞご注意ください。何度やってもこれすごい不思議ですよね、時差って。実は今回時差ボケが防げるというタイムシフターというアプリを使って見ております。数日前からちょっとずつ生活を変えるんですけれども、特に光に当たる時間と当たらない時間というのが重要らしくて、先ほどもニューヨークの空港で光に当たらないようにとアプリが言うものですから、朝なのにサングラスをかけている非常に怪しい人物となっておりました。人体の体内時計24時間の周期をサーカディアンリズムっていうらしいんですけれども、これは光と深く関係してるんですね。飛行機に乗らない時にもいろいろ参考になりそうです。本当に時差ボケにならないのかどうか、人体実験の結果は来週お知らせします。さて今日は宣伝を一つしたいと思います。来週の土曜日11月5日午後1時より、東京日本橋のお江戸日本橋亭という会場で岡本流新内節の会に出演します。演目は明けガラス夢の淡雪、通称明けガラスという新内節の古曲随一の名曲です。今回はこれを通しでやるという企画でして、廃曲になって普段やらないような部分を朗読したり、いろいろ普段の演奏ではやらない部分もやるという、そういう企画になっております。私は後半の雪攻めという部分がありまして、素晴らしい名曲なんですけれども、これを岡本宮之助師匠との掛け合いで語ります。ちなみに新内節をやるときは岡本宮という名前でやっております。でさて、新内節というのは江戸浄瑠璃の江戸浄瑠璃の一派でして、これは説明をすると長くなっちゃうんですが、三味線に乗せて物語を語ったり歌ったりするという、江戸時代には大流行した芸能なんです。あまり今は大流行してないんですけれども、ぜひぜひお遊びにいらしてください。というわけで、これが放送される夜8時には、東京の地面に立っていると思います。いや、楽しみだななんて思いながら、日付変更線を越えている、夜なのか昼なのかわからない空の上です。公演のご案内は番組の概要欄にも貼っておきますので、どうぞよろしくお願いします。ヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶は、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題を送るとヤンさんが歌にしてくれるというコーナーです。ぜひリクエストをお送りください。リクエストの宛先はE メールアドレス、うかぶカフェ@gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてお送りください。最近リクエストがないのでとっても寂しいです。ぜひ送ってください。そして番組へのご感想やご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。